皆さんはじめまして。新番組ウルトラマンブレイザーで主人公ヒルマ・ゲントを演じます蕨野智也です。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。新番組ウルトラマンブレイザーでメイン監督を務めます田口清隆です。今私たちがいるここは、物語の舞台となる地球防衛隊が設立した、特殊怪獣対応分遣隊通称スカードの作戦指揮所です。そして私が演じる主人公ヒルマ・ゲントはそのスカードの隊長なんです。つまり新ヒーローウルトラマンブレイザーに変身するのはなんと妻も子もいる一家の父で防衛チームの隊長なんです。新しい歴史の始まり、新しいウルトラマンをどうぞご期待ください。ようやくこの日が来たかなという感じをしますね。そうですね。ずっと結構前から準備も撮影もしてたんですけど、ずっと黙っていたので早くこの話をしたい状態が続いてましたね。やっぱり周りにまだ話すことができない状況が続いてましたんで、まあ、家族も含めてですね、身近な人にようやくお知らせができるかなと楽しみにしてました。はい。まあ、本当にメイン監督としては4作目だし、で僕個人的にはここ10年の、まあ、いわゆるニュージェンシリーズとくくられているこのシリーズを一応全部監督してきたんで、僕の中でのその中でこう培ってきたこうやったらいいんだろうなとか、これはやんなほうがいいなとかっていろいろ考えてきた蓄積を全部今回のにかなり活かしてると思っていて、で割と初めの段階でちょっと今までと違うことをしていいっていう、なんていうかもう僕に対する発注としてそれがあったので、なんていうか遠慮なしにやっていった、まあ、でもここ10年のどれとも違うと思うし、でも全然王道を走ってるし、もともとウルトラマンの王道の方が好きなので、なんかその辺をうまいことこうチューニングできたかなとは思いつつやっています。まさか自分が決まるとは思って決まる、いやいや、当初そのお話をいただいた時にリアリティのある台本が手に届きまして、これはとても面白いぞっていう、まず第一印象ですね。ワクワクした気持ちで、まあ、オーディションというか、僕オーディションってそもそも知らなかったんですけど、面談田口監督とお話できる機会だろうと思って会場に足を運んだんですけど、その場でもうお芝居をすることになりまして、で実際に田口監督とお話をしつつオーディションをやって、でその終わった直後にもしかしたら自分がやれるんじゃないのかなって少し思ったんですけど、明確にオーディションっていうのは本当に面談っていう形で、もういきなり、ね、書類だけでこの人ってなるわけにいかないから、まあ、お芝居も見たいっていうんでやってもらったんですけど、もう我々脚本を結構前から考えてた、それが本当に突然目の前で生身の人間になったっていう、本当脚本から出てきたかのようなゲント隊長が目の前にいた、彼だねってみんなでプレート全開一致で決まったって感じでしたかね。ありがとうございます。ちょっとしたご縁がありまして、その時に着てた服が今日も着てきてるんですけど、某ブランドの僕スニーカーを履いてるんですけど、そのスニーカーがまだこの番組のタイトルがまだ一切、僕も知らされてない段階だったんですけど、そのスニーカーの名前がブレイザーっていうものを僕が履いていたんですね。で決まったっていう連絡が来て、あ、これはもう運命的なものなんだろうなって思いましたね。それこそウルトラマンブレイザーって名前決めるときに、だいたい被ってる名前がないかを調べたときに、確かにいつも靴が出てきてるからその靴が入ってたんだって今初めて知ってびっくりしたけど、彼はその何か有事の際にどうすれば解決できるかっていうのを瞬時にやっぱり考えついちゃうというか、直感だったりで、それがあくまでその人命救助をする上でその直感というのは素晴らしくその才能を持っている人間でありながら、その家庭の方はうまくいっているのかいっていないのかというのはまたそのオンエアを見て楽しんでいただけたと思うんですけど、彼の素晴らしいところはこの怪獣が日常的に現出するこの世界で、自分がその死に対する恐怖とかっていうものをあまり抱いてないような気がするというか、今も自分でやってて思うんですけど、まあもちろんそれは死に対して怖いっていうのもあるとは思うんですけど、そうじゃなくてそのあくまで
地球を守るっていうその彼の中でのミッションといいますか、それがあるので重い責任を常に背負った人間っていうのが、まあ、人間味があってすごくいいなとは僕は思いますし、もう一つその全体的なテーマとして掲げたのがそのコミュニケーションをいかに取っていくかっていう話だっていう中で、隊長っていう立ち位置って実は中間管理職で、その地球防衛隊の上官がいて、で部下の隊員たちがいるっていう一番大変な立場にいるのは隊長なんじゃないかっていうのがまず発想の原点で、でとはいえ例えば子供だって親と学校とかなんかいろんな場所で板挟み合ってるだろうと、やっぱそのなんかどっかしら誰もが板挟み合ってる感じっていうのを一つ今回ストーリーの中に混ぜ込もうと思っていて、隊長がただでさえ上官と隊員挟まれていろんなことが大変な隊長が今度宇宙人とまた一緒になっちゃうっていう、そのさらに板挟みの要素が増えるというか、で子供と奥さんがいて、でその全ての相手とどうコミュニケーション取っていくかっていうのを全部背負っちゃう立場にいるっていうのは、まあ、隊長が主役にするっていうのが面白いんじゃないかで、やってみたら確かにすごい要素がたくさん出てきて、あのお話としてはどんどん転がっていく、そういえばなんでウルトラマンって今までルーキーが変身してたんだろうと思うぐらい隊長が変身するのが当たり前になっちゃうぐらい、あの面白かったんです、隊長がウルトラマンになるっていうことが。で、ワルミノさんもどんどんその辺あの深掘りして考えてやってくれているので、隊員たちとのその戦いもそうだし、普段この指揮所で話してるシーンもそうだし、なんかこうちゃんとドラマがある感じ、人間関係がちゃんとそこにある感じがすごく見えていて、まあもちろん今までのウルトラだって常に人間関係やそういうドラマがあったんですけど、なんか一味違ったそういう見え方で、隊長の苦悩、まあちろん隊長が主役なのでそんな苦悩がちゃんとカメラが向いていくんで、なんかそこはすごく面白い見どころになる番組になってるんじゃないかと思います。まあとにかくその一つ現実味、サイエンスフィクションとしてちゃんとしていたいっていうのをなんか強めに押し出そうっていうのはあの言っていて、なるべく脚本読んでこれって現実的に書いたらこうならなくないみたいなのをとにかくみんなで突っ込んで、こうそこを直していくみたいな作業を脚本に対してやったりとか、それはシーズ構成全体に対してもそうなんですけど、計画というかその人物造形もそうだし、そういうこういうセットの細かいところもそうだし、で世界観そのものも、まあ、今回スカードっていうのは特殊部隊で、地球防衛隊っていうのはもう大きい組織としてあって、その中の一つの特殊部隊である、なんか端々にそういう裏付けを考えるようにして今回の設定を作っていった。本当に脚本結構時間かけてみんなで結構考えてかなり持っていたので、それが本当に形になっていく、なんか感動は初めの頃本当にありましたね。すごく作り込まれたものは多々ありまして、特に最初現場に入ってからすごいなって驚いたのはやっぱり指揮車、車で、まあ、中でまあそういったセリフがあるんですけど、最初は普通の車なんですけども、まあ、とある人間がカスタマイズするととんでもなくその防衛隊として必要なものが揃っている車になるんですけど、それの作り込み具合がどうなんですか、あれすごいですよね。すごいですね。そこまでリアリティを追求したっていうところにもプロフェッショナルを感じましたし、まあ、このもちろんセットもそうですし、そういった細かいところまでもう本気出して今回やってるぞっていうのをやっぱり現場に入ってから感じたので、まあ、自分たちももちろん手は抜くことはないんですけど、もっとこうよりよく取り組んでいい作品にしていこうっていうふうにはなりましたよね。まあ、今年はとにかくそのさっき言ったように作り込みが非常にいつもよりもこだわりが強くやっているので、おそらくスタッフのみんなへの負荷は非常に強いというのは分かっているんですけど、でも本当ごめんなさいって思いながら、でもこれでやらせてみたいなのをこう提出して常にお願いしますっていう気持ちでスタッフの皆さんにはやってもらっているって感じですね。ここ2年、まあ、もっと言うと3年ぐらいでなかった色が青だったのと、で地球防衛隊の色って、まあ、特に決まりはないけどちょっと青の戦闘服はやってみたいってずっと思ったんですけど、でいろんなもう布もいろんなの見せてもらったりとかして、でもうちょっと暗めの色だったりもうちょっと緑がかった色とかもいろいろ候補としてあったんだけど、まあ様々な理由からこの色になっていき、
で、まあ、前にやったウルトラマン Z の時に大きいグレーだったんで、うん、今回は少しこうバッと色あるやつでいくかっていう割り切りもあったんですけど、で最初服だけできた時にちょっと色派手にしすぎたみたいな、ちょっとこう大丈夫かなっていう一瞬こう迷いというか不安があったんだけど、俺がまたわらびのさんが衣装生で来た時に、あ、いけるかっこいいわってみんながこうよかったよかったってなったっていう瞬間があって、そういう形でどんどんこうね、でさらにこうワッペンとかついていってどんどん決まっていって、その姿でなんかセリフを言ってもらったあたりからもう、あ、イメージしていたスカードがどんどん目の前に実現していく感じ。最初自分もあの色を見た時に、あ、こういう明るい色も防衛隊としては似合ってる気がするなと思ってはいたんですけど、自分たちがこの色着たら着た瞬間から、あ、ゲントだなと思ってるんで、もう特に違和感もなくこの指揮所に馴染んで生活してましたけど、本当に馴染みましたよね、あっという間に。あっという間でしたね。そうね、この色、ね、そもそも、ね、このそもそもリアリティとしてこの色って本来ならないんだけど、が本当に馴染んでいくっていう不思議な感覚を味わいました、ね、不思議でしたね、あの時は。企画書で見てたんです最初。でも生で見た時に、あ、僕は彼と一緒になるんだって、そこで初めて確認とか認識できたんですよね。それのなんかすごく嬉しくて、でもその撮影現場の時はまだ距離はお互い離れているっていう状況だったので、あまりこう近づかないようにしましたけど、遠巻きから見た時にはものすごく感動しましたね。やっぱり変身シーンをするにあたって、ただ変身するっていうよりかは、僕たちが何と今戦ってるのかっていう、そのリアリティといいますか、普段からの隊員たちの関係性も含めて、僕たちがそれをリアルに感じていないと絶対に伝わらないと思ってるので、そこだけはやっぱり注意して取り組みますね、まあ、とにかくそのハード SF にすればするほど、人間造形をリアルにしようって突き詰めれば突き詰めるほど変身アイテムって浮くんですね。でそこをでも今回やってハッとして面白いなと思ったのは、そもそも地球外のわけのわかんない宇宙人の物がここに作ってるのは異物であって当然であると。だから今回特に1話やった時に思ったんですけど、そこまですごいこう、まあ、ハードめにやって、突然なんかブヨーンってついた時に異物すぎて逆にリアリティ出たなと思ってもうあの地球の人が考えたものに見えないものがボーンってここにつくみたいな、最終的にその絵に映ってそのゲントさんが変身するシーンを完成者見た時に、まあなんか宇宙の力だからいいんだなこれきっとみたいなはい、今戦う力が欲しい時に僕の左手に出るのはブレーザーブレス、そしていつもポケットに忍ばせているこちらがブレーザーストーン、この子をここに装填。よーい、はい、まあ、本当に今までのこういろんなウルトラマンのデザインのあったこととなかったことをいろいろ混ぜて、僕のこうあるべきなんじゃないかを本当に各所に散りばめたウルトラマンになってます。で内容ともまあリンクするような姿になっていると思うので、ぜひお楽しみにということでよろしくお願いします。今回の必殺技スパイラルバレード、手から光の槍を取り出してそれを相手に投げるという技にしてみました。かつその槍なんですが、使い方は非常に自由度が高くて、まあそういう意味では地球の文化ではないので、それをどう使うかも毎週楽しみにしていただけたらなという技になっております。で今回のスカードというチームは基本的にはその怪獣に対抗する特殊部隊なんですけれども、その主力兵器としてあの対怪獣ロボットを装備している。僕たちはそのアースガロンを使って出てくる怪獣をやっつけるという任務があります。だ今回はそのロボットで怪獣倒す部隊、それがメインなわけではなくて、確実に怪獣の弱点や修正を先に探してそれに対抗する作戦を立てて、そこにみんなが走っていくっていうチームにしようと思っていて、とはいえ相手は怪獣なんで、それを
を対抗するためにはやっぱりロボットレベルの兵器が必要なので、それを一体装備しているという、まあある意味 Z のストレージと明確に一応違うのは、ストレージはロボットを装備していることがメインのチームだったんですけども、今回は戦う手段の一つとしてロボットを装備しているという、まあストーリー上の少しリアリティとしての設定をちょっと持ってあります。全く新しいデザインで作ってみました。どんな活躍や技を持っているのかで、みんなとどういう関わりになっていくのかなど、いろいろアースガノそのものにもいろんな設定や謎が散りばめてあるので、それもシリーズ全体で楽しんでいただけたらと思います。今までにない新しいウルトラマンっていうのを僕たちは届けるために、今回毎日頑張っています。ぜひそういったところも楽しんでいただきつつ、ウルトラマンがどういう活躍をするのか、ご覧になっていただきたいと思います。今まさに撮影はこれからクライマックスに向かっていこうとしていて、お話もどんどん未だに脚本を直しながら、クライマックスを作っています。で、まあ、1話もかなり全力投球したんですが、そこから先のシリーズ構成全体で、まあ、監督勢みんなで一丸となって今回の世界観を作っていっていますので、どうか最後までお見逃しなくよろしくお願いします。ウルトラマンブレイザーは新しいウルトラマンの歴史の幕開けです。ぜひ最終回までご覧ください。新番組ウルトラマンブレイザー、本当にここまでウルトラマンの歴史、たくさんいろんなことがあった蓄積をフルに生かしながら新しいことをやろうと頑張っております。ご期待よろしくお願いします。テレビ東京系新番組ウルトラマンブレイザー、2023年7月から毎週土曜朝9時放送スタートです。 TVer、 ネットもテレ東、ウルトラマン公式 YouTube、 そしてウルトラサブスクつぶらイマジネーションでも見逃し配信。皆様熱い応援をよろしくお願いします。